皆様こんばんは。 KPN の時間です。私、剣持、カンナがお伝えします。本日のニュースは、約1年9ヶ月ぶりに支持率急落した安倍政権、その原因と実態は？です。ぜひ最後までご覧ください。概要。時事通信が6から9日に実施した12月の世論調査で、安倍内閣の支持率は前月比 7.9 ポイント減の 40.6%、 不支持率は 5.9 ポイント増の 35.3% となっていることが明らかになりました。下落幅は、学校法人森友学園への国有地売却に関する財務省の決裁文書改ざん問題が国会の焦点となっていた2018年3月以来の大きさです。考えられる原因、首相主催の桜を見る会をめぐり、安倍晋三首相が多数の後援会関係者を招いていたことや、マルチ商法を展開したジャパンライフの元会長も招待されていたことなどが批判を浴び、支持率に影響したとみられています。調査では、政府が来年度の桜を見る会を中止したことについて、賛成 73.3%、 反対 13.0% となりました。内閣を支持する理由は、多い順に、他に適当な人がいない 22.5%、 リーダーシップがある 10.1%、 首相を信頼する 7.6% など。支持しない理由は、首相を信頼できないが最も多く、前月比 7.6 ポイント増の 21.4%、 続いて期待が持てない 13.4%、 政策がダメ 11.3% などとなりました。以上。今回支持率急落を報じられた安倍内閣ですが、実はあらゆる点で異常なのです。まず、内閣発足時以来の支持率の変動がそもそも小さく、常に 50% 前後をキープしていました。内閣支持率には右肩下がりの法則があると言われております。政権発足当初は新政権への期待感もあって高い支持率を得るものの、その後は例外なく右肩に下がっていくというものです。時間が経てば政権の実態が見えてきて、マスコミの報道も手伝って批判や不満が募るので、これは仕方ないことだと言えます。特に過去の歴史を振り返ると、首相自身あるいは閣僚や与党幹部の不祥事や失言が原因で支持率が急落し、最悪の場合政権崩壊を招くこともありました。しかし現在の安倍政権は、たびたび不祥事あるいは疑惑が報道されているにもかかわらず、約1年9ヶ月もの間、今回のような支持率急落に見舞われることはありませんでした。しかも支持率急落と言っていますが、減少したのは 7.9 ポイントと2桁に及ばず、さらに現在も、支持率は 40% 前後をキープできています。第一次安倍政権の時は、政権発足当初の 60% 台半ばの支持率が、9ヶ月で 30% にまで落ち込んでしまったことを考えると、むしろ第二次安倍政権が比較的安定していることを、図らずもアピールしたような形になりました。こうなると、今後、さらなる問題が発生したとしても、それによって支持率に影響が出るのか疑問です。通算の首相在職日数が歴代最長となった安倍政権。今回の支持率急落が今後の安倍政権にどのように影響してくるのか注目です。いかがでしたか？本日のニュースは、約1年9ヶ月ぶりに支持率急落した安倍政権、その原因と実態は？でした。
このニュースが面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のニュースでお会いしましょう。